ロート製薬公式 YouTuber の根橋いこころです。弟の音です。今日はこの間テレビ番組でやっていた企画をやりたいと思います。ちょっと待った。え、何？姉ちゃん、今日はやりたい企画がある。え、どうしたの音？題して、根橋いこころは一般常識があるのか家庭的感覚テスト。え、一般常識あるよ。ひどくない？そのテスト。いやいやいや、前から思ってたんだけどさ、姉ちゃんこの動画の中で自炊の話とかしてちょっと家庭的キャラ演出しようとしてるでしょ。いやいや、本当に自炊してるし、キャラじゃなくて私は家庭的なんです。いやいやいや、ちょっと持ってるね。持ってないよ。親しみやすさとか出そうとしてるでしょ。いいじゃん、親しみやすさ出そうとしたってさ。いいでしょ。そんな姉ちゃんが本当に家庭的な感覚があるのか、本当に自炊してるのか、俺が今日クイズを用意してきたから、それに答えてね。わかりました。しょうがないな。まあクイズの内容はスーパーの食品の値段を答えるっていうクイズ、肉とか魚とか野菜とか、まあ俺が近所のスーパーから用意してきたものだから、それに答えて。いや、まあいけますよこんなのね。余裕余裕。ぴったり当てなきゃダメだからね。え、ちょっと負けてくれたりしない？わかりましたよ、任せて。お姉ちゃんぴったり当てるから。お、じゃあ早速いくよ。うん、じゃあいくよ。第1問、ブロッコリー。あ、ちなみに値段は税抜きね。ブロッコリー。早く早く。しかも割とでかいじゃん。でかいから298円。ファイナルアンサー。300円いく？どうする？298円。失格。嘘だ。正解はこちら。そんな。158円でした。でも 8合ってますね。8が合ってってますね。それは別に、え、298円でしょ。倍ぐらい違うじゃん。本当に。いや、もうどんどん行こう、どんどん行こう。残念でした、うん、じゃあ次ね、うん、第2問イカ。ちょっと待って、海鮮出てくる。お買い得品だよ。お買い得品。え、でも丸々1匹でしょ。さあ、いくらかな。358円。358円。はい、ファイナルアザーです。あー、失格。残念でした。はいはい、正解はこちら。待って、あー、445円。え、これ何問あるの？これあとね、2問ある。あと2問あるなら全然。いや、ここまで家庭的感覚ゼロだからな。じゃあ次ね、第3問、うん、豚バラ切り落とし。これちなみに 100g の値段ね。ちょっと待って、国内産じゃん。あの下の255って関係ある？ 255g 入ってるけど、うん、100g の値段300円台だと思う。私は絶対300円台だと思う。375円。375円。はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。失格。近いと思ったんだけど。絶対。はい、正解はこちら。嘘でしょ。嘘。グラム158円。402円って書いてるでよ。グラムって言ったじゃん。あ、100g で158円。そっか、聞いてなかったわ。 100g の値段ね。ちょっと待って、国内産じゃん。最後の問題はこちら。いや、買ったことねえし。ドラゴンフルーツ。フルーツって意外と高かったりするから。うん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 。178円。え、どう思う？おとさんはどう思う？じゃあ最後だしヒント出そうか、うん、178円ではないよ。わかった。10桁のとこと1桁のとこ当てるから、100桁のところだけ教えて。それはちょっとリスクが高いよ。最後の下1桁だけ言うよ。オッケー、いいよ。8円。8円ね。198円。198円。はい。失格でしょうね。もうなんかわかってました。残念でした。正解はこちら、248円。もうさ、言えることがないよ。惜しかったね、あと50円だったね。ちょっと待って、救済処置ないの？もう一問とかさ。ない、もう問題用意してないもん。じゃあ分かった、最後に、うん、じゃあ家庭的な一発芸とか。家庭的な一発芸。じゃあいくよ。グーチョキパーで、グーチョキウボルボ。なるほど。失格。でもそんなの関係ねえ。そんなの関係ねえ。以上、根橋いこころは一般常識があるのか家庭的感覚テストでした。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。